私、スタンドアウトのボーカルやってる、イオリって言うんだ。突然だけど、私、あなたのベースが好きなんだよね。ねえ、私たちと一緒に、バンドやらないひ <laughs> <laughs> のまりさん、また会ったね。何か用ですかバンドを移籍する話なら、断ったはずですけど。 <laughs> そうなんだけどね。やっぱり答えは変わらないかなって思ってさ。変わりません。私は、今のバンドを続けます。そっか。残念だな。今日はいい返事をもらえると思ったのに。じゃあ、また近いうちに誘いに来るよ。<laughs> そこは何度来ても無駄ですとか、言うべきとこなんじゃないのやっぱり。 少し悩んでくれてる私、急ぐので。待って。何ですかこれ、次あるライブのチケット。一度見に来てよ。私たちのライブ、君に聞いてもらうために、全力で歌うからさ。どうして、そこまで私に。言ったでしょ君のベースが好きなんだよ。 はじめまして。私はスタンドアウトのいより。あ、はじめまして。ごめん。びっくりさせちゃったよね。悪いけど、考える時間はあげられないんだ。やるならやる。無理ならやめる。今、決めてくれるう <laughs> ん。悪くないね。路上ライブえ。そんなことやってるんだ。 はい。歌の練習をしたいって言って、いつの間にか一人で始めてたんです。ふー <laughs>、うん、そっか。努力家なんだね。んい <laughs> <っ>オリさん久しぶり。一ちちゃんだよね。こんなところで歌ってたんだ。ねえ、この後時間ある ちょっと話そうようん何がいいかなおすすめはそうじゃあその水出しアイスコーヒー一つあじゃあ同じもので。 なんだか変な感じだね。二人でカフェにいるなんて。そうですね。ちょっと緊張しちゃうな。肩の力抜きなよ。そんなんじゃゆっくり話せないでしょそれで、何かあったのもし悩み事があるのなら聞くけど。いちかちゃん、自信を持ちなよ。君には思いを届けられる力があると思う。 君らしい言葉で、みんなに伝えればいいんだよ。イオリさん。はい。ありがとうございます。ね当日券、まだあるよね。もちろん、レオニード。じゃ、話すことも話したし、私たちはそろそろ帰るね。 もう帰るの十分話したでしょ私たちも戻って練習しないと。う、うん。いおりちゃんが好きなクレープ屋さんも早く行かないと閉まっちゃうしね。クレープ屋さんちょっと見よいらないことは言わなくていいからあ、ご、ごめん。あ。まだ開店前なんですけど。 もしかして、今日出演する人あ、あの、すみません。今日出演するスタンドアウトなんですけど、あの、ベースの子が来れなくなっちゃって。今日のライブ、代わりに弾いてもらえませんかえ、私がはい。日の森さんなら、スタンドアウトの曲を弾けるって聞いたので。弾けるって言われても。 ごめんなさい。でも、お願いします。今日だけですから。<laughs> ごめんなさい。い、いおりちゃん。あなた、さっきの。あの、今日のライブ、ごめん。ミオ、よ、何しに来たのもうライブは終わってるよ。 それは。私たちには、プロになる覚悟を持ったメンバーが必要なの。お客さんが待ってる大事なライブを放り出すような子じゃなくて、どんな時でも最高の演奏ができるメンバーが。あ、ゆうり、ちゃん。<laughs> あの、 日の森…さん。え、あなた、この前の。はい。スタンドアウトのベースをやってる、ミオです。この前は、ごめんなさい。突然、代わりに演奏させてしまって。はい、みおって言います。前は、ちゃんと挨拶できなくて、ごめんなさい。日の森さんも、 いろいろお世話になったのに、ちゃんとお礼を言えてなくて。この間は、本当にありがとう。え、そんなに気にしなくても。うんうん。けじめは大事って、いよりちゃんも言ってたから。そういうこと。いい演奏だったと思います。これでまだライブが2回目だなんて、びっくりです。あとオリジナル曲も、最初の1曲とは思えないくらい、しっかりしてたなって。 もしかしてそれ、私が作った一曲目はひどかったって言ってるえ、そ、そういう意味じゃないよ。まったく。よし。初めて最後までミスしないでいけた。すごい。えど、どれあ、ごめんなさい。勝手に聞いちゃって。別に。 聞くのはいいけどそっかそれならよかった <laughs> こ<う>まだ何かあるのあいやただここでお昼食べようと思ってあそうあ <laughs> また来たはあはあここのところずっといるな <laughs> そのアコギどうしたのあ先週買ってきたの先週 なんでまた急にこの前話を聞いて私も音楽を始めたら寂しくなくなるんじゃないかって思ってあでもここでギター弾いてるとうるさいそれはまあ別にいいよ好きに練習すれば本当ありがとう助かる そういえば、名前言ってなかったね。私、二年の高木美悠。二年の、日の森志保。日の森さんか。よろしくね。うん。う指コードを押さえるときは、指の腹じゃなくて、側面で押さえるといいよ。 あ、ほんとだ。さっきより抑えやすい。ありがとう。うん。あ、日の森さん。何頑張ってね。ああ、うん。 ねえ。ん何ありがとう。あ<お> <laughs> こっちこそ、ありがとう。<お> <laughs> 優しい、音。 今日はありがとうございました。はぁ、あ。あ、ねえ。あ、二人とも、また来てくれたの <laughs> 全通って、大げさだな。あ あれあの子たちはふぅ。<laughs> うんうん。ちょっと知ってる人に似てるような気がして。友達うん。そうだね。初めての友達だったんだと思う。 よかったね日の森さんああの二人今日も来てくれてる嬉しいなお兄ちゃんのバカい今の声なんだろう <laughs> お兄ちゃんとなんて もう話したくない花<の>あっすすみませんあっえっとごめんなさいそういうのはあれって あ、えー、っと。えちょ、ちょっと話してください、うん。すみません。この子と待ち合わせをしてたものなんですけど、何かご用ですかレ、レオニードの嘘もし何か言うなら、 私も一緒に聞きますご用件は何でしょうかはあしつこい人達じゃなくてよかったああのレオニードの星野さんですよね はい。えっと。あの、た、助けていただいてありがとうございました。それから、この前は、すみませんでした。お兄ちゃん、本当にバカだな。お兄ちゃんのせいで辛いなんて、そんなこと。 全然、一度もないのに。花のちゃん。私、レオニードのことも、お兄ちゃんがあのライブハウスに連れてってくれたから知れたんです。うちの両親が離婚するって決まった時に、気分転換にって、私をライブに連れてってくれて、皆さんの曲を、すごくかっこいいねって言ったら、それから毎回、 忙しい時も連れて行ってくれて。そうだったんだ。家族のことだって。お兄ちゃんがいるから向き合えないわけじゃないんです。ただ、受け入れちゃったら、お兄ちゃんと、どんどん離れて行っちゃうような気がして、怖くて。はぁ。 はいハンカチだよ使って <laughs> すみません洗って返しますううん、うん、大丈夫だよ気にしないでお,お、お兄ちゃん来てくれたんだねよかったああ待たせて悪い 来なかったらどうしようかと思ったよ。せっかくレオニードの皆さんに誘ってもらったのに。そうだな。今日は楽しもう。うん。二人で見られるのは最後だけど。思いっきり楽しもうね。ああ。お、お兄ちゃん、次レオニードだよ。 あいいか。ちゃんと朝飯は食べるんだぞ。授業で頭が回らなくなるからな。もう分かったってば、お兄ちゃんってばいつもそうなんだから。本当に、そういうところ、昔から変わらないよね。そうだな。本当に、大丈夫だよ。 心配しないでお兄ちゃん花野<の>それじゃあ私行くね次の電車に乗らないと遅くなっちゃうからああバイバイお兄ちゃん <laughs> 花野 またライブに行こう新しい家族と仲良くなれたら、絶対に行こう <laughs> うんまたね、お兄ちゃん今日も来てくれてありがとう。次は、一番好きって言ってくれる人も多い、あの曲をやるね。 ああ聞いてくれてありがとう。それじゃあ、またね。うん、みんなもね。へえ、あなたたちもメジャーデビューを目指してるんだ。 だから私も、今のサクさんの曲みたいに、聴いてくれる人の心に響くような曲が作りたいんです。そう。でも、悪いけど、曲の作り方はうまく教えられないかな。私はただ、自分の中にあるものを出してるだけだから。さっきの話ってつまり、 女子高生バンドって感じで売りたいってことですよね。私たちは別に、そういうの興味ないんで。<laughs> 音楽で。本当に前みたいな、可愛い感じの曲なら、どこのガールズバンドもやってるし、それなら、そういうバンドとして売った方がいいんじゃない <laughs> <laughs> うん。なんか、 いいね。<laughs> あそこまで言うんだから本当にいい曲ができたんだろうな楽しみだねあれ買い物えああなたはこんなところで会うなんて偶然だねいつもこんな時間に買い物してるのなんか意外かも <laughs> 別にいつ買い物したっていいでしょ大丈夫だけど今日のお客さん見る感じ2曲目のテンションはちょっと違うかもって思っただからもっと静かな曲に変えようよ勘じゃないよ 絶対その方がいいからいいって言ってるだけおおはよう今来たの今日はよろしくね <laughs> <お>どうもよろしくお願いしますじゃあ私たち、準備があるのでへ この前会った時とは結構違う感じだね。期待しちゃっていいのかな <laughs> やるじゃん。次はいつやるの出る時また教えてほしいんだけど。<laughs> 今回のイベントすっごくよかったでしょ だから、また一緒にやりたいと思って。あ、連絡先も教えて。その方がお互い都合もつけやすいと思うし。あ、あの。<laughs> え待って、連絡先聞いてただけなんだけど。